こんにちは、はるあんです。今日は簡単にできて火を使わない冷や汁を作りたいと思います。冷や汁は宮崎の郷土料理らしいんですが、最近はちょっと有名になってきたかなって思っています。もうキンキンにね、冷やした冷や汁を暑い夏にズズズーっと食べるととっても美味しいんです。それでは早速作っていきましょう。まず用意するのはきゅうりです。きゅうりは冷や汁の具材となります。ヘタを両方取って、今回はきゅうり1本から 1.5 本使いたいと思います。そうしたら切り方もそんなあれはないんですが、輪切りにしていこうと思います。きゅうり全部輪切りにできました。塩をきゅうり全体に振って、パラパラっとね、塩を振って軽く揉み合わせてください。そうすると水分が出てきますね。水分が出てきたら、手でギュッとして水分を切っていきます。水を切れました。そうしたら一旦ボウルに移して置いておきます。そして次はネギじゃなくてもいいんですが、薬味なんでもいいです。ネギとかシソとか大葉ですね、とかみょうがとかなんでもいいんですが、今回私はネギがうちにあったのでネギにしたいと思います。ネギを切っていきます。もう切る作業を全部先に済ませたいので、これネギ切ればもう終わりなのでね。それでは次は具材を混ぜ合わせていきたいと思います。用意するのは大きな器ですね。ボウルでも何でもいいです。冷蔵庫に入るぐらいの大きさがいいと思います。最初はすりごまです。すりごまを入れます。すりごまは大さじ1杯から2杯です。そしたら次は昆だし、顆粒だしですね。和風だしの素を小さじ1杯弱入れます。お味噌です。大さじ 1.5 杯です。お味噌のね、なんていうのかな、塩加減、お味噌ってしょっぱいか甘いとかいろいろあるじゃないですか。なのでそれに合わせて、まあ、好みで加減してください。すりごま味噌、顆粒だしの素を全部入れられたら 100cc のお水を用意します。そうして 100cc のお水をこの器の中に入れて、泡立て器で味噌が溶けるまで混ぜていきます。次はサバ味噌缶です。サバ味噌缶、今回は1缶使いたいと思います。そうしたらサバの味噌煮缶を汁ごとこのままこの器の中に入れていきます。キャー、サバの身をねちょっとほぐしながら混ぜていきます。ちょっと大きさ大きいのでほぐしながらね。でもあんまりほぐしてしまうと食感がなくなってつまんなくなっちゃうので、私はいつも粗ほぐしぐらいにしてます。先ほど切って塩もみして水気を切っておいたきゅうりですね。きゅうりをこの中に入れます。よし、そうしてよく混ぜて、そしてさらにお水を加えます。お水は 200cc から 300cc ぐらいですね。お好きな濃さと、なんていうのかな、汁っぽさ加減によって変わってくるんですけど、結構味が濃いと思うので結構入れても大丈夫です。私は 250cc ぐらい今回は入れました。よーく混ぜました。そうしたらこれで完成です。冷蔵庫でキンキンに冷やしてね、食べるともう最高なので、早めに作ってもう冷蔵庫で寝かせとくっていうのが一番だと思います。それでは冷蔵庫へ行ってらっしゃい。はーい、冷や汁できました。とってもね、ずっと冷蔵庫に入れっぱなしにしておいたので冷たくなってますよ。それでは早速オープン。こんな感じでとっても具沢山です。それではちょっと器に盛ってみて食べてみようと思います。器によそったら薬味をたっぷりジョボンとのせていただきます。すごい冷えてるから絶対美味しい。とっても美味しいです。冷えてて味がしっかりしてるんですね。だからとっても食べやすいというか、もう本当に夏にはぴったりだと思います。なんかちょっと汁物が欲しい時、お味噌汁って熱くて
あんまり食べにくいじゃないですか、夏は。だから冷や汁すごくいいと思います。火も使わないしね。なので、ぜひぜひ作ってみてくださいね。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。冷や汁とっても美味しいので、ぜひぜひ作ってみてくださいね。それでは次の動画でまたねー。